よく。よしよし、高かった。お。ウーサフグだね。うん。こんにちは、コウスケです、今日はですね、東京では流行っている、ワンフグの仕掛けを紹介したいと思います。多分もう三河湾でもだいぶ流行ってきてましたけど、これからどんどん増えてくると思いますので、簡単に加藤の仕掛けですけど、伊勢湾で今カットを皆さんやられている方多いと思うんですけど、これが伊勢湾のカット仕掛けですね。これ重り30号にカット終わりにここに餌をつけてこう引っ掛けるというので、伊勢湾は非常に海底が石が多いものですから、東京湾ほどこう平らに寝かせることがなくてですね、ちょっと宙吊りみたいな形で、こういった宙吊りみたいな形で引っ掛けるというのがあるですね。ですから、この長さがですね、あんまり長いといけません。これ今確か12センチぐらいですね。12センチ、まあ8センチぐらいからいいというふうに言われているのがカット吊りの仕掛けですね。でちょっと小回りですけど、これが、ワンフグの仕掛けです。手作りですけど、これはここに餌をつけますけど、これはタチウオの、針ですね。それからカット針、ここが簡単に変えれるようにしてありますけど、あと重り、これ重りは8号ですね。8号です。重りは伊勢湾の方はいろいろ、伊勢湾じゃなくて東京湾の方はいろんな重りに来られる方がいらっしゃいまして、私も集めましたけど、こんなに重りをいろんな種類、だいたい10号と8号ですね。それでやってらっしゃいます。では簡単に、仕掛けの材料、これはカット針ですね。中を通すタイプのカット針、それからスリーブ止め、小さいですね。それからチューブ、結構チューブですね。それから今日はカット針じゃないもんですから、缶付きのフグ針、それからこのチューブですね。で内径 0.8 ミリのチューブ、金棒のチューブを使います。だいたいこれで仕掛けを作りますので、では仕掛けを作っていきたいと思います。まず、この内径 0.8 ミリのチューブですね、これを、10センチの長さでカットします。これしまってで、アリスが、もうまっすぐになるように、プロの10号ですね。10号を、このカット針の中心に通せるようになってますんで、通せない。8の字結びですね。8の字結びで。ボタンを縛ります。
で、カットのこれをつける。これでカット針が出来上がりですね。しっかり、あと位置決めをするのにですね、しっかり締めてみてください。はい、OK。これで出来上がりですね。で、心配な方は、ってか僕も知りますけど、最後ですね、接着剤で留めておきます。ここにあの、重りを打つ方もいます。で、ここからですね、この端っこから20センチ、30センチ30センチのとこで、35センチとかな、最初失敗します。35センチのとこで切りますね。そしてさっき切った8ミリを通るチューブをですね、ここに通します。これにですね、さっきのチューブ、蛍光チューブを先ほどの通したのに通して、ずっと通して、最後のところをこれで止めます。止まるのかな。で、また接着剤、接着剤とこれでピンとできます。で、今度はですね、蛍光のビーズを通します。通して、で、フグ針をですね、になるようにこう通しますね。で、もう一個こっちのビーズをつけて、こういうビーズを2個つけの間挟みます。あと、もう一回蛍光のチューブをですね、クッション側に入れますね。こうなります。で、スリーブですね。スリーブ、これ 2N ですね。今日は2N、こいつを戻して、もう一回つけに、で、これここで調節しますね。調節して、このがいいだろうというところで一回玉を作る。で、こういうところに引っ掛けてですね、絞ります。針が絞ったところでですね、スリーブ止めですね、わかりますかね、
絞ってところでスリーブ止めで、そこにできるですね。餌はここにつけて、でここで下げますから、で余分なラインを切ります。でこれで出来上がりですね。それでですね、これに重りを今度どうします。何しようかな。さっきの15でも、これも何でもいいんですけど。ですね、分かりにくいかな、この輪っかに1本通して、であとこういうふうに輪の字、輪の字になりますね。でそこに、さっきの重り 30g の重りをこうやって入れて、で引っ張ると、はい、入りました。 でこれを外してですね、このままここに置いておくと、置いておきます。はい、これでカット釣りワンフグ用の、18号ですね、8号の重さの、カット仕掛けができました。でここに、潮吹き、バカガイをつけてですね、で水中で、この辺は、重りがついたらちょっと持ち上げて、この針線がこのぐらいで待ちます。でこの時にですね、フグがここを食うわけなんですけど、その辺りを見るのが大変難しい。で、ワンフグ用の竿っていうのがありますけど、私が最初は何でもいいと思って、自分の持ってる竿を持ってたんですけど、なかなか分かんなくて、ワンフグ用の竿を買いました。そうすると当たりがはっきり出ますので、出ると、この針だけでかかる時もありますし、この針ピッと上げて、この針ですから、ピッ合わせば このストロークだけですね、こんだけのストロークだけを合わせるということですね。これが、簡単なワンフグ用の仕掛けです。